共に働いてきてくれた日本人の方々のブータン国民への揺るぎない支援と善意に対し感謝の意を伝えることができて大変嬉しく思います。私はここに両国民の間の絆をより強め深めるために不断の努力を行うことを誓います。改めてここでブータン国民から日本国民の皆様への祈りと祝福を改めてお伝えいたします。ご列席の皆様、私簡単ではありますがゾンカ語、私どもの国の言葉でお話したいと思います。今私は祈りを捧げました。小さな祈りですけれど。日本、そして日本国民がいつも常に平和と安定、ハーモニー、調和を経験し、そしてこれからも繁栄を享受されますようにという祈りです。今日のご期待ありがとうございました。国民総福祉料を提唱するブータン王国で今最もお幸せな両陛下をこの国会にお迎えし、ただいま国王陛下より親しくお話をいただいたことは、ブータン王国と我が国との国交樹立25周年を迎えたこの時にあって、実に素晴らしい機会に恵まれたものと言えましょう。国王陛下より東日本大震災からの復興に取り組む我が国に対し、連帯のお気持ちを表明いただいておりますことは、我が国の国民にとって誠に心強く、両陛下をはじめブータン王国の皆様の温かさに触れた思いがいたします。未曾有の大災害に見舞われた我が国において、今年ほど幸福という言葉の重さを感じたことはなかったのではないでしょうか。緑深い森、気高くそびえる山々、風渡る高原では薬が草をはみ、鮮やかな色彩を放ちながら蝶が舞う、伝統と文化を守りながら、人々は風土に根ざして日々の暮らしを営む、ブータン王国を思うとき、豊かな国の一つのありようが見えてくる気がいたします。本年9月には、参議院の招待としてブータン王国より上院議長が訪日され、我が国との公式な議会間交流が初めて実現をいたしました。またほぼ時を同じくして首相も我が国を訪問され、さらに今ここに両陛下をお迎えすることができました。まさにブータン王国と我が国のこれからのより一層充実した両国関係を
予感させます。ブータン王国のますますのご繁栄と両陛下のご健勝を心よりお祈り申し上げまして、私の歓迎の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。